朝倉さん、生まれどこでしたっけ？生まれはどこでしたっけ？東京ですよ、東京の。東京なんですか？日野で生まれて、武蔵村山で育って。あ、じゃあずっと東京です。東京です。入って1年目でハルケンが山梨に行くことになって、あ、そこから十数年山梨ですけど。山梨どうでした？山梨ね、寒いし暑い。寒いし暑いですか？あれは試される土地ですね。あ、そうなんですか？なんか意外とのんびり暮らしてるイメージありますけど。やっぱり盆地だから、日の出日の入りが比較的、日の出が遅くて日の入りが早いんですね。奈良県も盆地なんでその傾向ありました。ああ、確かに。寒くて暑かったです。で、家の中で寝ていると、朝起きると気温が0度以下。わかります。底冷えっていう言葉がありますもんね。そうそう、そうなんです、はい。水道が凍ってるとか。はいはい、底冷えですよね。はい、わかります。山梨そうなんですね。ただ、やっぱり広い家に住めるとか、はい、利点もいろいろありましたけど。そうですね、もちろん。いや、でもカルチャーショック大きかったでしょうね、東京から行くと。いやー、やっぱりね、家の周りでカエルが鳴いてるっていうのはなんでこんなところにいるんだろうって思います、ね、あ、思いました。僕はやっぱり田んぼに囲まれてカエルがグワーグワーって言ってたんで。なるほど。はい。牛ガエルとかですよね。そうです、そうです。アマガエルとか。社会人になって1年目なんで、その1年目が終わった時になぜかそういうところに飛んでるっていう、東京人。なるほど、なるほど。それは衝撃的だったでしょうね。ただ、会社は近かったです。車で2分で。あ、そうか、そうか。それはいいですよね。じゃあなんで車で行くんだって言われそうですけど、まず確かに確かに心臓破りの坂みたいなのがあるのと、坂があったからですね。あと、食事をするのに車がないとどうにもならない。ああ、そうか、田舎はそうですよね。国道まで出ないとダメとか。そうです、そうです。コンビニまでもがはるかに遠いっていう。あ、おっしゃるとおりですね。2キロぐらい平気でありますもんね。今はもうだいぶ変わってきたと思うんですけどね。それでもなかなか過酷ではありました。そう。過酷だけど楽しい句もあったかな。僕は逆に東京来て最初びっくりしたのが山手線のホームでみんなが並んでんのびっくりしました。そうですか。電車の入り口、電車の入り口に、え、なんなんこれと思って。もう関西は扇状にみんなが群がるっていうのが。ああ、そうなんですか。今は並んでますけど、はい、僕の時はそうだった。ありがとうございます。あと自動改札が、僕は小学校の時から自動改札だったんで、はい、僕大学で受験来た時に山手でこの切符を切る人が待ち構えてるの見てギョッとしましたよね。ああ、あれは確かにありますね。じゃこりゃと思って、カチ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 。なんか私鉄とかだと比較的自動改札みたいなものも多かったですけど、そうですね。なぜか国鉄なり JR なり、国鉄がすごかったじゃないですか。うん、この切符切った後の山がなんか、うわ、なんだこれと思って。桜井さん。で、ご自宅を何かの取材でちょっと見せたことありますよね。いや、取材じゃなくて何々の使い方でコロナが蔓延したために、はい、自分一人で撮らざるを得なくなってそれで自宅で撮ったんです。その時に背景に映ってたものを海外のファンを中心にめちゃめちゃ分析されてたのご存知ですか？いや、知らないです。めっちゃ分析されてるんですよ。嫌だなぁ。嫌ですね。あれがある、これがある、これがあるぞ、すごいとかって言って、うわーと思って、多分僕とか小野さんだったら、多分そこまで絶対分析されない。みんなバッハーって爆笑して終わりみたいな感じじゃないですか。でもあれですよね、他人の内拝見っていうのはやっぱり面白いもんですよね。面白いじゃないですか、ええ。で、結構この業界ってやっぱりゲームのソフトをいっぱい揃えてるとか、はい、ゲーム環境すごい人ってもういっぱいいるんですけど、桜井さんすごい本体をたくさん並べてらっしゃいましたよね。そうですね。で、あれはもちろん、あ、何のソフトが刺さってるかまで言われてましたよ。あれ？セガのハードに何が刺さって、なんか刺さりっぱなものが一個あったんですか？あれはですね、メガドラミニのアクセサリーですね。あ、アクセサリーだったんですね。はい。なるほど、なるほど。これちょっと真面目なというか、僕本気でやりたいんですけど、桜井さんのちょっとコロナとかこういうのが本当にわかんないです。何年後になるかわかんないですけど、一回だけちょっと業界の、こう何人かで、ドライブ行きませんか？いいじゃないですか？それはやりたい、行きたい。絶対楽しいと思うんだよな。うん。
楽しいでしょう。いいですね、ドライブ2。それ、いい目的ができた。俺、ドライブ行きたいな、桜井さんと。絶対面白い。あと、他の人もドライブ好き連れて。ちょっと明るくなった、気持ちが明るくなった。なんか、このコロナ明けの目標っていうか、なんか、あれが、夢ができてきて。それちょっと、それ持って行きましょうよ、ちょっと。ええ。あの、とりあえず LINE を交換するところから。あ、そうです、そうです。LINE、そう、LINE 交換してないですよ。知らないっすよ。実は LINE 交換してないですよ。はい。なんで、そっから、はい。今更になって衝撃的なもの。いや、ね、はい。社内メールでできちゃう。あ、この後で。はい、ぜひお願いします。はい。そうだ。昔、僕はあの、自社のタイトルでは、あの、エースコンバットっていうのが好きで、うんうん、で、その、僕はロシアの戦闘機が大好きなんですよ。ロシアっていうものに対してすごく魅力を感じていて、で、それはエースコンバットの人もよく、ロシアのメディアとかからも聞かれたし、僕がこういう話をすると、ロシアのメディアから僕も聞かれたことあるんですけど、どうしてロシアっていうことをキーワード、原さんよく、出すんですか。当時ですよ。あの僕が言ったのは、いや魅力的なものっていうのはやっぱミステリアスなんですと、うん。我々日本っていう戦後世代の僕らから見ると、ロシアという国はその旧ソ連時代にすごくベールに包まれていて、それに対しての想像力がすごかったので、それで僕は多分惹かれたんでしょうねと。だからミステリアスなものには人間は惹かれるものなんですってことを今日は。まさに思い出して、うん、もうやっぱりじゃあベールが剥がれたかって剥がれてないわけなんですけど、まるでやっぱり桜井さんは今まで会ってきた中でもそこがやっぱりどこが違うのって言うと唯一違うとこそこですね。もうベールに包まれてるってところでしょうね。これは見てる人も多分そう思ってると思うんだよね。あのそこはだからあえてかっこいい言い方するとミステリアスですよ。うん、結局。僕の、あの、知人、友人含めて、やっぱこの業界含めて、ミステリアスっていう人はいますけど、ここまでミステリアスな人はあんまりないです。あ、うん、それは真面目に今日感じたし、やっぱり。どこまで行ってもこうなんだろうなと思ったから、逆に全部ベール剥がさなくてよかったと思うし、逆に剥がそうと思っても多分何枚も出てきそうだし、面白いなと思ったのが、じゃあ桜井さんが隠してるかっていうと、隠してるつもりはなくて、桜井さん自身も多分気づいてないこともいっぱいあるんじゃないかなっていう。うん、うん、なるほど。このベール感ですね。だって収録前にベールに包まれてるから1枚ぐらいでいいから剥がしてみる。ああ、言ってた。結局1枚も、あの、1枚っていうか1枚ぐらいじゃダメだったってこと。例えば3枚しかない人だったら1枚剥がしたら偉いことになるんだけど、まあ100枚200枚っていうレベルになってくると、1枚剥がしたところでっていうとこでしたね。でもそれはすごい感じたので、あの、質問もね、見てみたら多かったの。あの、直接的なゲームの質問よりも、桜井さんに迫りたい質問が多かったんですよ。これが示してると思うんだよね、桜井さんのこと。情報じゃないんだよ。情報知りたいんじゃなくて、桜井さんってどういう人っていうことをみんなが掴んでないからこそそれを聞いてくるわけでしょ。そうですね。で、それが普段から漏れ伝え渡ってる人とそうじゃない人がいるわけですよ。で、それで言うと桜井さん本当にその通りの人だったから、そういう意味で言うと、ちょっと得してんなと思うのは、さっきも言いましたよね。4日間と言わず、僕、桜井さんとずっといて絶対飽きないですもん。この人飽きない、いや、失礼な言い方ですよ。ちょっと飽きないと思っちゃうじゃないんだけど、何面、めくってもめくってもっていうか、ミステリアスっていうキーワードに尽きるかな。そうですね。あんまり、男性が男性に対して言う言葉じゃないのかもしれないけど、ミステリアスだろうね。本当に。興味っていうことでもあり。いや、だからミステリアスイコール興味ですよ。うん。うん。興味が尽きないですよね。尽きない。それは本当もそういうもんですかね。いや、不思議。だからご本人が多分、そんな感覚がないんですよ。ないのと、あと、面白いことに、たどり着いてるアウトプットとか、うん、なんか、買ったものとかが同じなのに、アプローチこんな違うのかっていうのが、めっちゃおもろい。ね、本当面白い、そこは。本当面白いと思った。だから、本当ミステリアス。不思議です。はい。じゃあ、もしまた今度来てくれたなら、はい、その時は、
ベールを剥がしましょう。いや、てか、それよりかもう、コロナ明けにちょっと業界人とみんなで車好き業界人で集まってドライブしたい。それは原田の場合ドライブ編でいいんですか？いや、そこまで、それがあるかどうかわかんないけど。それドライブレコーダーってこと？それ。よくやるよ。そうね、わかります。わかりました。桜井さん、どうだったんですか？はい。やっぱり、あらゆる業界人とかに、会ったりして思うんですけれども、それぞれの考え方の違いとか、やってることの経験とかの差っていうのを、それぞれで聞きながら埋め合わせたりとか、相違を楽しんだりっていうのは、本当に面白いしかないですね。うん、そうですよね、というわけでお誘いいただき、どうもありがとうございます。いや、どうもないです。もうこちらこそありがとうございます。来ていただき。スピーチはね、短くするんですよ。なるほど。ゲストは桜井正弘さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。